当に福島の復興をまず第一に考え、そしてまた福島に考えていらっしゃる、そして最優先に考えておられるということであるのであれば、福島を訪問したその次の日、本当に原発の問題に苦しんでいることを考えるのであれば、まさかあのような。県森林組合連合会、そして政協、そして、地元の大学、福島大学、そしてまた、福島大学教授という方がありますけれども、そして県の、農業協同組合とか、JA 中央会、そしてまた県の漁協組合というような方々が、呼びかけの中に入っています。これだけの方々、原発のない福島ということで、大集会を開催しようとしているということです。この大集会のご案内を